僕たちは声に導かれカテドラルの頂上に立った。法の神の降臨を行うはずだったであろうこの場所で太上老君が僕たちを迎えてくれた。老君は神の統治によって縛られ自由に羽ばたくことのできない私腹と絶えず乱れ創造と破壊を繰り返して定まることのない混沌はそのどちらかが勝っているのではなく何よりも調和が大切なのだと言った。そして荒れ果てた地上の生きる方向を見失った大勢の人々を僕たちが導き人類の未来は人類の手で作るのだと言った。いつの間にか僕は地球を見つめていた。ロー君は世界をそして宇宙を感じろと。その中に法も混沌もそして僕自身も全て含まれるのだと言った。感じる全ての存在とのつながりを素粒子の振動銀河のうねりそして彼女の胸の鼓動も全て。Thank you.
多くの人々が数えきれない悲しみや喜び、憎しみとともに消えていった。しかしみんな再びよみがえってくる。彼女がよみがえったように、破壊は終わった。新たなる創造がこれから始まる。